舞台を温かく見守っていただきありがとうございました。本当にこの雨の中でございますが、斉藤理恵の気持ち伝わったのではないかと思います。本日は、この演説会、この場所が、非常に人気がある場所で譲り合いをしながら使っておりますので、4時55分ぐらいには終わりたいと思っております。そこで、いよいよお待たせをいたしました。今日は斉藤理恵頑張れということで、立憲民主党代表代行の蓮舫参議院議員が駆けつけてくれておりますので、ここからは蓮舫参議院議員の熱い炎の訴えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。参議院議員の蓮舫です。雨の降る中、政治の話で立ち止まっていただけていることにまず心から感謝を申し上げると同時に、今私の仲間斉藤理恵さんのお訴え聞いていただけたことにも感謝を申し上げます。斉藤理恵さんのこの勇気、そして伝えたい言葉、皆様に知ってもらいたい思い、この都議選にかける志、どうか大田区の皆様方に、一人でも多くの大田区の皆様方に受け止めていただいて、都議会に送っていただきたいということをまずもって蓮舫からお願いをしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。今斉藤理恵さんが持っているタブレット、皆様が持っている携帯、さまざまなデバイスでもこのアプリは使えます。実は私たちはよく見ているアプリ、国会ではさまざまな記者が記者会見の時、あるいはテレビでニュースを見て閣僚に記者が携帯を向けている姿を皆さん方見たことがあると思う。これがこのアプリです。昔は大臣の言葉や取材対象の言葉を全部メモで手書きで書いていたものが、今は全部このデバイスで、その人がしゃべる、その人の声が聞き取れる場所に置くだけで言葉が文字化をされるんです。だから斉藤理恵さんのように耳に障害がある、耳が聞こえない人たちにとっては欠かせないアプリで、このアプリがどん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 進化をしていることに私は本当に心からありがたい。だからこそこうしたデバイスを使って、アプリを使って斉藤理恵さんが挑戦をする、そしてその挑戦の先に同じように自分も挑戦をしたいと思える人たちが後を継いでくれる、そのためのまず第一歩、この7月4日の都議選、大田区から斉藤理恵さんから始めていただきたいと改めてお願いを申し上げます。誰でもいつ病気になるか、その病気を契機にもしかしたら障害が残るかもしれない、麻痺が残るかもしれない、誰でも訪れるリスクを抱えている。だけれども残念ながら、例えばこれまで国会では車椅子の国会議員は一人もいませんでした。この前の参議院議員選挙で令和新選組から、そして私たちの仲間が車椅子の候補者を擁立をしたら、県民の皆様方、多くの方たちに支えられて国会に送り届けていただいたけれども、実際の国会は階段だらけなんです。エレベーターも整備をされていない、もっと言えば職場である本会議場、法律案を採決をしたり、質問をしたり、答弁をしたり、提案をしたり、この本会議場の登壇をする場所には階段でしか上り下りすることができなかった。だからせっかく選んでいただいた同じ参議院議員なのに、投票をするときには手を挙げるか、あるいは代理で職員の人がその人の札を投票するという、こういう景色が残念ながら続いておりました。ようやくこの国会から本会議場の登壇する場所にスロープがつけられて、車椅子の議員も自分の力で登ることができる、自分の力で投票することができるようになった。2021年になってようやくですよ。障害だけじゃない、例えば人生の先輩方で加齢をすれば足が弱くなる、それは杖に頼るようになる、車椅子に頼らざるを得ない人たちもいる。そうした人たちに残念ながらこの国は国会で配慮が足りなかったということを、むしろ候補者の勇気、その候補者を送ってくださった有権者の力によって歴史を変えることができました。都議会も全く同じです。耳の聞こえない都議会議員、
第一人者として送っていただくことによって都議会の都議会場も変えることができる。そして見に来ていただく方たちのその利便性も多様性の方たちに配慮をした施設整備をすることができる。斉藤理恵さんを送っていただくということは都議会の歴史を大きく塗り替える。だから大田区の皆さんだからこそそれができる。この都議会議員選挙の候補者で聴覚障害を持っている人は斉藤理恵さんただ一人です。だから大田区だけじゃない、東京都民の皆様方の声を全部代弁をする、それだけの圧と重みを持って今斉藤理恵さんはここで皆様方に渾身の思いでお訴えをさせていただきました。ぜひぜひこの思いを受け止めていただきたい。シングルで一人のお嬢さんを育て、そして見た目ではわからないから、声をかけられていることもわからないから、いろいろなことを言われたこともあるでしょう、罵られたこともあるでしょう、不本意じゃないこともあるでしょう。でもそれを乗り越えて変えられるのは政治の制度だ、町の作り方だ。看板一つを取ってもまだまだ障害を持っている人たちには不親切な。この町の作り方一つ取っても斉藤理恵さんは都議会議員になったら変えることが山積しています。おそらく他の議員よりも彼女に課せられた、彼女がやらなければいけない課題は山のようにある。だからお宅の皆さんには歴史を変えるためにも蓮舫の仲間の斉藤理恵さんをぜひぜひぜひ勝たせていただきたいと心からお願いをさせていただいております。オリンピック・パラリンピック、私たちだって感動したい、私たちだって応援をしたい。辛かったでしょう、1年延期して5年目、選手の皆さん、選手を支える皆さん、その人たちの努力を心から応援したいけれども、昨日は東京都の新規感染者は700人を超えました。東京都の専門家からはこのままいけば人手がこれ以上増えなくても7月の末には1日の感染が2000人になるという昨日分析もありました。今本当にオリパラに突き進むんでしょうか、オリパラの予算をそのまま使うんでしょうか。3兆円にも膨らんだコンパクト予算だったはずのオリンピック、8000億だった予算が今もう3兆円。国交省の観光庁の予算はインバウンドの事業ばかりですよ。日本に来られるお客様にもっと来てもらいたいから、だからプロモーションを作る70億、インバウンドのお客さんを増やすためにホームページを作る数十億、外国人から外国の要人がたくさんやってくるから、その人たちに車を用意する、運転手を用意する、接遇するための予算1カ国5000万、40億。こんな予算が皆さんの税金で湯水のように使われている。でも一方で頑張っている飲食店への協力金は何で滞ってるんですか。なんで命を守る最前線のお医者さん、医療従事者の方に1回だけ10万円お配りをした支給金、給付金が去年の6月以降再支給が1回もないんですか。どうして介護施設で人生の先輩方を支えている介護従事者への協力金が作られないんでしょうか。私たちはオリンピックの予算は立ち止まって見直すべきで、不必要なものがあればそれは我慢を強いている皆さんへの支援に、我慢を強いている皆様方の背中を支えるために、命を守っている方たちのその支援に回すべきだと改めてこの都議会議員選挙でもお訴えをさせていただいております。どうか今優先されるものは命を守ること、暮らしを守ること、国民の生活を守ること、そして少しでも早くマスクの取れる日常を取り戻すことだと立憲民主党は考えています。どうか今回の選挙、斉藤理恵に共鳴していただいた方はぜひぜひ投票をしていただきたいんですが、一方で立候補している他の政党の候補者の声にも耳を傾けてください。自民党と公明党の候補者、選挙公約にオリンピックは入っていません。明らかにおかしいじゃないですか。皆さんの関心が高いオリンピック、選挙公約から逃げている。そして都民ファースト、この人たちの公約はオリンピックは無観客だそうです。第一党です。都議会の与党です。党首は都知事です。なんでやらなかった
んですか、都議会で。与党が提案をして知事がうなずけば風の力で通ったでしょう。それをやらないで選挙公約で無観客、それは自分たちが仕事をしてこなかったという証だと私は正直思わざるを得ません。間違ったら改める、指摘を受けたら一度考える、まさに今がその時だと私たちは考えています。どうか蓮舫の仲間、斉藤理恵、負ってる背負ってる課題は山のようにある。都議会議員として東京都から多様性を、いろいろな方たちの弱い声をしっかりと受け止めてきた、その思いを形にして行政サービスでお返しをさせていただきたいということを最後に強くお願いを申し上げ、蓮舫から斉藤理恵さんのお願いと返させていただきます。立ち止まっていただいてありがとうございました。どうか斉藤理恵よろしくお願いします。ありがとうございました。蓮舫代表代行からの斉藤理恵頑張れというメッセージ、皆様届きましたでしょうか。本日はこの雨の中足を、止めていただいて、訴えを聞いていただいてありがとうございました。先ほども申しましたようにこの場所、大変人気がありまして、次につないでいただかなくてはなりませんので、これにて立憲民主党の、演説会の方を終わらせていただきます。最後の最後まであと3日となりました東京都議会議員選挙、斉藤理恵をよろしくお願い申し上げまして終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。